こんにちは。今回は、この花王のニャンとも清潔トイレ、のびのびリラックスワイドタイプ、モニターキャンペーンに当選しました。それでこれ送られてきました。で、ちなみに、うちがもともと、ユニチャームのワイドタイプを使っていたので、この花王のニャンともトイレのワイドタイプとどっちがいいのかっていうのも、比べられたらなって思ってます。もうね、品定めしてんの。これ何？っつって。私のでしょうって。この子はね、いつもそう。新しいものは全部手つけちゃう。一番最初にね。じゃあもう、いいや。もうちゃちゃと組み立てます。箱から出してみました。こんな感じです。まあ、ワイドタイプということで、横にとっても大きくていいんですけども、隣にね、今まで使ってたユニチャームのワイドタイプを並べてみました。これね、だいぶ違う感じがします。最初に気づいたのが、ワイドタイプはワイドタイプで、横広で、とっても、どっちもいいんですけども、奥行きがね、スリムなんだね。ワイドで、奥行きはスリム。幅はワイドで、奥行きはスリムって感じがします。ちょっと、順々に見せましょう。で、こっちがデオトイレ。こっちがニャントモトイレ。で、そして2番目に、この壁ね、高さ。こうやって比べれば明らかなんだけども、この縦壁が、花王のニャントモトイレは低い。低いけども、それなりにこう高さはあって、まあ、はみ出すようなことは、もちろんないかな、この高さがあれば。よく他のトイレで全然縦壁がないタイプを以前使ってた時は、普通に、猫本人はトイレの中でうんちしてるんだけど、うんちがトイレの外にボトボト落ちてたっていうことはあったんだけど、まあ、これぐらいあれば、そんなことは起きないかな。もちろんね。で、こっち。ユニチャームの方が壁高い。完全に猫入っちゃう。これちょうどいるね。こんな感じ。まあ、これ、高いのがいいか低いのがいいかっていうのはもう完全に好みになっちゃうかな。10センチ違う。10センチ違う。高さ10センチ違う。で、あとは、もちろん、この、一番ね、こう、発売した時にいいなって思ったのが、この壁に対しての入り口。これがね、ニャントモトイレの方は、二つあります。ここと、こっち。どっちからも、出入りできると。まあ、アクセスはいいかもしれない。で、対して、ユニチャームのデオトイレは、これ一箇所。もう中で一回ぐるっと回らなきゃいけない。まあこれはどっちが使いやすかってのは猫次第だからもう何とも言えないけど。まあ別に猫は狭いところでクルリンパするのは全然苦にならない動物だから、これ一個だからダメだ。二個あるからいいって単純には言えないけど、もうこれは完全に好みかなとは思う。ニャントモはすっきりしてすっきりしてる本当にね、これ。圧迫感がない。だけど、これもね、目を引いたところがあります。ここ。おしっこを流すシステムトイレのこの網目のところが、なんかね、網目が、形状が気になったんです。これね、多分砂はまりにくいんじゃないかなと思って。なんかこの、丸、
なんて、な、丸っこくて、穴が小さいというか。ちなみに、こっちもね、ちゃんと細いんですけど、使ってたらね、結構そのチップがはまったんだよね。掃除の時めんどくさいんだよね。あ、そうだ。ちなみにその砂がはまるっていうのがどういうことかっていうのを、ちょっとお見せしましょう。これが今使用中のトイレなんですけども、あ、これ。見えるかな？こういう感じでね、小さくなったチップがね、はまるんですよ、ここに。これがね、掃除の時、めんどくさい。なんか20粒とか、30粒とかはまってて、それをね、手で一個一個取るのがすごいめんどくさい。っていうのは正直。まあそこまでめんどくさくないか。まあ、でもまあ毎回のことだとね、そういうのはない方がいい。申し訳ないんですけども、やっぱり猫はいきなりの変化を嫌いますので、今回は、この猫砂チップの方は、このユニチャームの元々使ってた方を入れたいと思います。じゃあちょっと、ね、はい、入れて、トイレ完成させてください。どう、おしっこしたいでしょ？する？いきなりしますか？新しいものはまずチェックします。やっぱ奥行きがスリムな分、どうかな、使いやすさ、圧迫感はない、さすがにしないよね、いきなりね。あ、ごめんね。これね、ちょっと、うるさいから電源切っちゃったんですか。よいしょ、はい。あ、今度エマちゃんがチェックしに来たかな。ジェッカ、そろそろ比較を終わりにしますので、ここまでで感想をお願いします。すっきりしててとってもいいよ。うん、そうね、見た目がね、すごい最高。あ、それで言ったらあれか、形ばっかり見てたけど、あ、そう、ここっちね、ツヤツヤしてる、テカテカしてるよね。ツヤがありますね。ほら、この外観。そうね。そう。ね。ツヤツヤ。で、こっちはね、ユニチャームがマット。まあ、ひとまず外観でした。使ってからどうでしたっていうのはまた、感想を今度、アップしたいと思います。じゃあ、そういうことで、さよなら。大丈夫か？
singular.